それでは本日初参加いただきました裸足でタンクトップスの皆さん、どうもこんにちは。こんにちは。お疲れ様です。今日は、フットサルモード志田の導きによりチーム名を決められたという噂がありますが、裸足でタンクトップス、一体どんなエピソードが隠されているんでしょうか、キャプテン。雪の中、お正月に愛を求めて踊り駆け回ったっていう、はい、そういうエピソードです。そういうエピソードで買いました。志田もチーム名を決めるときには爆笑しておりました。今大会終盤になりましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。お疲れの。はい、楽しかったです。ありがとうございました。最近ご結婚された、池江さん、いかがですか。最後に、じゃあ埼玉で一緒に働いている、志田に向かって、ではみんなで一言お願いします。はい、じゃ何もないです。ありがとうございます。何もなさそうですね。あ、志田くん、何もないです。三段落ちいきますか。何でもないです。ありがとうございました。裸足でタンクトップスの皆さんでした。ありがとうございました。